前のハツリちゃんも姉御肌やった気がするし。お、いいね。お母さんは？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか？子供か。これは成長したってやつかな。ハツリが一人前に成長しました。なんかさ、前におったハツリちゃんもこんな顔じゃなかった？まあ同じ夫婦から生まれた子供やけん似とるのはそうかもしれんけど、あ、でも身長はちょっとこっちの方が高いかな。一人暮らし、え、多分一箇所空いとったよね。うんうんうん。なんか前回一箇所空きあるなって思いよったよね。はい。前のハツリちゃんはもうおらんのかな、この島に。なんかめちゃくちゃ、まあ、ややこしくなってもしょうがないしょうがない。はい、ハツリちゃん、今日からお世話になります。どうもどうも。ハツリは愛の島の住人になりました。今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。これももらってください。まあここは割愛しますとお、あの一軒だけやね。多分、え、あれ、なんかどっかさ、子供生まれるみたいなんなかったっけ？あれ、気のせいか？気のせいか。ハートマークは、ない。ってことで、はい。キング。私と遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。対戦絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。はい、スタート。先行でいきます。先行で攻めていきます。セロリ、レシート、ブロッコリー。今のは誰だ？ワカメちゃんか。ワカメちゃん、そんな子おったっけ？おったよね。え、おったよね。セロリです。セロリ、アユナのそレシートです。お、何、隣同士。アユナのそっくりさんの番でブロッコリーです。おー、当たり。素晴らしいのでは。アユナのそっくりさん、ユニポンです。あ、ユニポンちゃんになった。当たり。お、すげえ。私すげえ。アユオです。あー、どっちだろうか。ここ当たり。お、すごい。アユナのそっくりさんの番です。え、ほぼ隣り合った状態。わかめです。あ、わかめちゃんで会っとった。よかった。ちょ、一瞬わかめちゃんって思ったけど、あれ？サザエさんかって思ってさ、わかめちゃん会っとった。よかった。おめでとうございます。ふんふん。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝ミラーボールをもらいました。ありがとう。いいんやろうけど邪魔になりそうな気しかせんよね。私が悩んでいる時に使う言葉は、うんうん、なのですが、変えた方がいいですか？そのままでいいと思います。はい、わかりました。うん。キングまだ超大好物が出てないんやね。まあ、心の友です。心の友、良きかけがえのない人、めっちゃいいやん。そして夫婦も仲良しだ。まだ、はい、ふぐ刺し、どうぞ。いただきます。うんうん。どうすか？結構美味しかった。あれやね、大好物がエビチリやのに、なんか好物の方に高級品がキャビア、ステーキって入ってきたんやけど。グデグデしだしたよ。はい、そしてもう一人、サッチオくん入ります。遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう。共通点クイズ。二人のみーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。共通点クイズ。第一問。第一問。ででん。パートドラ1は、二人とも、猫レンタル券を持っている。猫レン、もっとやないかな？大体の子持っとる気がする。はい。答えは、はいでした。持ってるね。うんうんうん。やっぱね、パッと見て可愛いけん、大体渡しとんよね。第2問。ででん。吉田とミネットは、同じ血液型である。わからねえ。覚えてねえよ、そんなの。いいえ。答えは、
愛ですよ。愛しよった。しかも大型なんや。A 型とかかと思った。全然違った。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。これでも、周りに気を使って生きてるんですよ。これでも、大丈夫よ。別に迷惑かけそうな感じとか思ってないよ。ね、見た目的にはまあなんか落ち着いてそうな感じやしね。はい、それじゃ。まだ結構寝てる子たち、今、設定何時よ？朝の6時41分？なるほどね。じゃあまだ寝よる子もおるか。まあね、実際は普通に昼前なんやけど。そっかそっか。現実で午前中に移したらこんな感じになるわけね、今。はい、それじゃあ、みゆちゃん入ります。何か日本料理が食べたいです。日本料理。日本料理ね。鮎の塩焼き。日本料理をね。料理っていう感じじゃないけど、まあまあまあ。はい、どうぞ。美味しいよ。どうすか。すごく美味しかった。お、よかったよかった。ちょっと前に行ったお祭りでさ、屋台で鮎の塩焼きあったんやけど。食べてないけど。でもちょっと気になった。屋台にあるんやと思って。ガールズパーカー。どうぞ。服、ガールズパーカーをプレゼントしました。いつもありがとうございます。すごい部屋に合っとるよね。お返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。これにこれもあげます。うんうん。実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。この季節いらんけどな。友達のいない人生は嫌すぎる。なんかね、大人になってからもね、なんか、ふとした時に連絡取ったりするよね。ちょうど昨日友達から久しぶりって連絡取ったんなんかね、なんかふと連絡あるよね。はい、まりなちゃん。入ります。そうです。久々やっけ？マチオと友達になりたいです。お、いいやん、いいやん。結構気を使う子みたいよ。さっき言ってきたけど。面白い話、世間話、頭を使う話、真面目な話。世間話ぐらいでいいんじゃないかな。アドバイスありがとうございます。では、ちょっとお話しして。面白い話とかやったらね、サチオくんちょっと無理するかもしれん。気軽に、気楽な感じで。身長差かわいい。どや。お、よかったよかった。これってさ、なんかどういう内容を話すかによって友達になれるなれんっていうのは変わってくるんかな、ちゃんと。ありがとうございます。やっぱこういう話が好きみたいなのは、あるんやろうか。お、レベルアップー。CD。どうぞ。やっぱこう、バックが海やけんね。サザンとか。どうすか？実用品一応役をもらいました。ありがとう。まあね。でも今ちょっとなんか足びっしょびしょな感じやけど大丈夫かな。はい、たこ焼きもどうぞ。海の家とかってたこ焼きもあったりするん？私、海の家って行ったことあるんかな？てかまず、海自体ね、多分、どれぐらい、小学生ぐらいまでしか行ったことないんやないかな？覚えてないな。海の家って行った覚えないんよね。でも焼きそばのイメージがすごいある。うわ、賑やか。そんなところに置いたら壊れると思うけど。浜辺側じゃないと壊れると思うけど。はい、それじゃあ。こっちは誰か起きとる？あ、一人もやっとるね。ってことで。はい。おお、なるほど。今、
起きて出かける準備とかかな。だから帽子かぶっとるけん。はい、あかりちゃん。ごめんね、準備中にお呼び出しして。あゆなチャンネル大好き。ありがとう。お腹が空きました。お腹が空きました。卵焼き。どうぞ。いただきます。うんうん。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。ちなみに私、卵焼きは甘くない派なんやけどね。甘い派の人も結構おるやんか。無理なんよね。でも、昔よりかは食べれるようにはなったんやけど、積極的に食べることはないな。また歯磨きに戻っとった。はい、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れて。寝よった子たちもね、今叩き起こされて。募金に。で、多分家帰ったら二度寝するんやろうね。つらーい。しかもこの季節、寒いやろうし。今日は27,100円集まりました。ありがとう。でもこの時期に一旦朝外に出たらもう目覚めそうな感じもするけど。お、朝一。美味しいいなり寿司だよ。いなり寿司。今日は特番いらっしゃい。安っ。45円やってやば。え、これ、2つでってこと？この、1皿2つで、45円？めっちゃ安いやん、やば。絶対利益出てないよね。はい、ミーニュース見てこう。6時になりました。うんうん。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日、第3回、牛丼マラソンが開催されました。あゆなじまも一周する、この、牛丼マラソン。あ、そういえばあれか。もうなんか、しれっと過ぎたけど、2月12日やったんかな？になんか、愛媛マラソンがあったみたいやけど。でもなんか今年ね、毎年あるんかな？わからん。私は初めて聞いたんやけど、なんか、愛媛チャリティーマラソンみたいなのもあるみたいな。もう最近ね、めちゃくちゃ宣伝しよんよね。それはそれで多分なんか今月の終わりぐらい。やったんかな？え、なんかすごいよね、ああいうの出るの。絶対、みじんも出たいと思わんねんけど。わかる？え、なんか学生の時マラソン大会とかめちゃくちゃ嫌いやったし、大人になってね、大人になってまで出たくないな。せっかく解放され、でも最近ね、なんか、小学生でもマラソン大会あるみたいな。え？マラソン大会？マラソン大会はあったか。マラソン大会はあったね。持久走や。持久走がね、なんか、小学校低学年ぐらいでもあるみたいなの、この間、ツイッターで見てびっくりしたんやけど。学校によるんやろうけど。あれ、さっきマークなかった？何みんなまた寝てんだよ。ほとんどおらんや。お、朝から、体操してる。健康的だね、ミクルちゃん。私たちに興味なくなったんです。え、そんなことないよ。全然そんなことないよ。お久しぶりかもしれないけども。うんうん。大事にできる人の数。どれぐらい？ 4、5人ぐらい？え、少なすぎる？少なすぎるかな？でもそんなもんじゃない？はい、卵焼きどうぞ。いただきます。だってね、あれやん、学生時代とかのグループ行動とかも大体、いや、もっとおったかな。結構、私グループワチャワチャしとったような気がする。でも、10人もはいかんやん。でも、一度にそうやって親しくなるのはそれぐらいの感じなんじゃないんかな。腐った牛乳絶対嫌やんね。はい、牛乳。どうぞ。まあまあ美味しかった。よかったよかった。でもグループに何人もおったらさ、絶対グループ内でもこの子合わんな、みたいな子おるよね。とりあえず一緒のグループにはおるけど、みたいな。もうみんなすっかりと、あ！そう、今日やってきたはつりちゃんの、ね、ちょっと身の回りを整えていこう。はつりでございます。典型的な荒れ物だそうです。ここさ、あれじゃない？え、ゆりさんも姉御肌とかじゃなかった？違ったかな？前のはつりちゃんも姉御肌やった気がするし。お、いいね。お母さんは？お母さんは？はい、ご飯どうぞ。いただきます。
それはね、初雪さんもいろいろしてくれたかもしれんけど。まあまあ美味しかった。白飯だけやけど。はい、そして、服。今日のトレーナー強い。めっちゃ強い。どうぞ。ヒョウ柄は好きやけど、実際にヒョウがプリントされた服は持ってないな。私ね、ヒョウ柄の服も持っとるし、私スマホカバーとかもヒョウ柄やけど、ヒョウはプリントされてないな。鬼の角一本。あー、なんかすごく個性的な。全体的に強い。すべてが強い、なんか。まあまあ気に入った。マジで。それでもちゃんと気に入ってくれていきようやね。これもあげます。はいはい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。私、あれやな、ズボン？レギンスか。レギンスも、ヒョウ柄持っとったな。それじゃあ、部屋。カントリースタイル。部屋だけはちょっとなんか、可愛らしい感じの。あ、ごめん、落とした。部屋を落としたってどういうことって感じやけど。新しいインテリアもありがとうございます。いい感じの部屋ですね。うんうん。ちょっとあったかい感じするやろ。見ていきます。部屋と、服の趣味とのギャップが、あ、いい？よかったよかった。あ、こういう感じ好き？じゃあもうちょっと森ガールっぽい感じの服装の方がよかったかな。気に入ってくれたみたいでよかった。うんうん。お、レベルアップ。これレベル0からのスタートやったっけ？シャボン玉セット。どうぞ。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。なんか最近さ、あの仮面ライダーのライダーベルトみたいな感じの、あのシャボン玉のがあるみたいな、みたいやけど。なんだ、スリコやったっけあれ。あ、ハートやん。ちょ、ハート言って終わろう最後。いつもね、そろそろ締めようかなって思うぐらいの時間にハート出てくるね。お、子供だね。私とリオの間に子供がいたら、想像したりします。別に今までも普通に子供ってやろう。いいやん、いいやん。ですよね。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。私もそろそろちょっともう一回髪を染め直したいなと思うよね。このね、動画内ではちょっと毎回わかりづらいんやけど。で、きつねうどんどうぞ。いただきます。どうすか？え、あんまり美味しくなかった。マジで？美味しいよ、きつねうどん。どちらかというと肉うどん派やけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、また子供が、次回にはもう生まれとんかな。どれぐらいの感覚で生まれるのかがちょっといまいちよくわかってないんやけど。まあ、きっと生まれとるやろう。成長が楽しみやね。